ございます。ゆうべは、厳島神社に寄って、その後、山口県の岩国市で宿泊しました。今日は、どこだっけ、九州、本州から九州に渡ります。それで、天草、熊本城を経由して天草の方に行ってみようと思ってます。ですので351キロ、まあ熊本城までですね。でその後8分で、今日はかなり長距離、400キロ以上の移動になると思います。まあゆっくり急がずに走っていきます。安全運転が第一なんで。でも日中は結構暖かいですね。思ったより暖かくて、結局パンツのインナーものけました。でジャケットのインナーも1枚のけました。まあ真夏まではいかないけど、ちょうど今良い季節なんで、暑くなし寒くなし、現在気温17度、今日は日曜日ですね。15日の日曜日、今日熊本城を寄って、その後熊本県の天草で宿泊します。まあそんな感じで、岩国インターを通り過ぎました。今から北九州の方を向いて走っていきます。エンジンは絶好調です。非常に調子がいい。燃費もなかなかいいですね。平均で 24.2 キロ走ってますね、リッターあたり。だから結構燃費もいいです。レギュラーだし、こういうところは非常に助かりますね。あとはね、このオートクルーズ、私の想像以上に使い勝手が良かったです。今まであまり高速乗らなかったんで、ありがたみがよく分かってなかったんだけど、今回高速を使ってこういう長距離移動すると、本当にこれは楽です。まあ自動追尾がついてればなおいいんでしょうけど、なくても特に問題ないですね。いい感じです。現在気温14度、ちょっとまだ朝は寒いです。まあ7時過ぎ、8時ぐらいになると太陽が出てくるんで、暖かくなるんじゃないかなと思います。お日様が出てきました。もうちょっとで山から顔を出します。そうすると暖かくなるんじゃないかな。
ちょうど時速100キロでボートクルーズです。こういう状態素晴らしいです。前にも後ろにも車全くいませんのでもう 両手話でもいけちゃうぐらいのそういう雰囲気ですね。ちょうど山に霞がかかってますね。朝もやですね。これは今日はいいお天気になりそうな一日の予感がします。なんか嬉しいな。40年ぶりに九州へツーリングに行きます。確か24か5ぐらいの頃に GPS に乗って指宿まで行ったのが最後だったと思う。まあほぼほぼ同じ道を今回辿ってみようと思ってますんで、まあゆっくりと、当時よりはゆっくりですね。ペースは倍ぐらい違いますけどね。当時はホテルとか泊まらずに野宿して、1日に今の距離の倍ぐらいは500キロぐらい走りましたね。阿蘇から高知まで夜通し乗り通しで走って帰ってきましたんでむちゃくちゃですフェリーに途中で、宿毛佐伯フェリーっていうのがあって、それが2時間弱かな乗っただけで、あとはあの熊本から高知までノンストップで帰った記憶がある。まあ指宿から宮崎回って高千穂行って、もうむちゃくちゃやってましたね。まあ若かったからできたことです。霧が出てきました。ちょっと視界が悪いですけど、まあ朝の7時ですから、わあこれ全然見えないね。えらいこっちゃ、すごい。こんなに霧が出れますかね。わあすごいね。ウィンドシールドも真っ白けになっちゃった。ヘルメットももう曇っちゃいましたんで、どっかパーキングエリアでちょっと拭いてあげないとまずいな。すごいウィンドウプロテクションがいいです。ちょっと試していますね。心当たりで風が少し入ってきます。もうここは全く風はありません。この辺りで手首はもうほとんどないですね。これが来るとガーッと一気にこの感じここもこうです。この辺り、ここは上は これです。この辺りから一気に来ますね。右も同じ、この辺りから上、ここもう完全に守られてますね。ちなみにウィンドシールドは真ん中よりちょっと上ぐらいです。素晴らしいです。このウィンドプロテクションもう全く寒さは感じない。現在16度なんですけど、ほぼ風が来ないんで、上下ともインナーを全部のけたんですけど全く寒くないです。非常に快適な走行ができてます。まあ
なんだろう、警察あれは取り締まりやってましたね。まあそんな感じでちょっと1時間ぐらい走ったんで休憩します。いや、やっぱりね、このオートバイのいいところはレギュラーガソリンで燃費がいいこと、あとはこのウィンドウプロテクション素晴らしいです。あと17インチの前後タイヤのバランスもいいんで、高速乗っても安定してるし、ワインディングロード行っても切り返しがひらひら行くんで結構鋭くコーナー突っ込んでいける。まあ言うことなしですね。オンロードではオフは乗る気になりません。オフを乗りたければアフリカツインでしょうけど、アフリカツインをオフで振り回せる人がどれぐらいいるのかな日本でそう思いますね。まあそんな感じでちょっとここで休憩します。もうすぐ、関門海峡に着きますね。今回新たな発見がありまして、ツアーモードとアーバンモードありますよね。あとレインモードと、レインモードっていうのはあの街中とか、まあ、特に低速域で明らかにあのスロットルへの月が非常に穏やかになって、明らかに、違いが分かります。もう入れた瞬間に。でアーバンモードとツアーモードあまり変わらんかなと実は思ってて、いました。しかし、まあ低速域ではほぼ変わりないです。ただ高速道路とか乗った時の中速域からのアクセルに対するレスポンスの良さは、ツアーモードとアーバンモードでは全く違いますね。高速の領域、まあ中高速ですね、そこからグッと一気にひねった時にはアーバンモードは、まあ、それなりにドドドドドッと加速していくんですけど、まあ割と穏やか。ツアーモードで、ね、あの中高速で加速すると一気に、レッドゾーンまで走り上がります。まあ、これは一つの大発見でした。しかし今日は本当に良いお天気で、お天気に恵まれました。どうもこの1週間ずっとお天気がいいようなんで、いわゆる秋晴れといいますか、10月の中旬なんで非常にこう、あの山の方行くと紅葉も見えると思いますし、いい季節になりましたね。もうすぐ下関、関門橋、下関関門トンネルですか。橋渡りたいんだけど、トンネルじゃなくてどうなるのかな。関門トンネル出口とか言ってますね。橋を渡りたい、出口だから関係ないな。行けるところまで行ってみましょうか。壇ノ浦のパーキングエリアでちょっと休憩しましょう。ちょうどいいわ。
壇ノ浦、昔平家と源氏が戦って平家が負けたところですね。あ、これこれ、ここ行きましょう。壇ノ浦のパーキングエリア、ここがいいか。こっからもう九州がね見えるはずです。あ、これですね。あ、ついに九州一歩手前まで来ました。ここ、こうなってます。いや、すごい。ここまで167キロ走ってます。あ、雨が途中降ってたんでどうなるかなと思ったんですけど、まあまあ大雨にならずに良かったです。バイク止めれるところが、あるかな。ここへ止めようか。よいしょ、ここですね、門司港。九州に入ってから、熊本阿蘇まで187キロ、まあ2時間ちょっとですね。さっきのパーキング、壇ノ浦のパーキングエリアでもうお蕎麦食べちゃったんで、ちょっとお腹は当分大丈夫です。渡っちゃいました。ここは門司港です。北九州市交通量が急に増えましたね。すぐ熊本城へ
着きそうです。あと1キロ、なかなか遠かったです。ここまで約360キロ岩国から走ってます。現在2時3分午後、途中で飯食ったり休んだり、ずいぶんゆっくりしながら来ましたんで、でもなんとか2時ぐらいに着けば1時間程度は、熊本城散策できると思いますんで、またご案内ができるかなと思いますが、気持ちいい。風が気持ちいいね。すごいね。でかいわ。クスノキか。高さ27メートル。推定年齢600年。幹周りが6メーター85センチ。かなり古い、樹齢600年だ。10月中旬なのに稲が青々すごく実ってます。
どういうことだろう。二期作をやってるのかな。ちょっとびっくりですね。熊本すごいですね。もうあっちこっち、普通ならとっくに稲刈りは終わってるんで、二期作かもしれませんね。いやー、でもちょっと信じられないような景色が広がってます。にしても、あの熊本城を出たのが4時過ぎで、天草に着くのが6時過ぎになりそうなんで、まるまる2時間、熊本城から天草までかかりそうです。それも下道を80数キロ走ります。どうも天草の方には高速はないみたいで、下道のぐにゃぐにゃを走ってるんで、もう全然土地勘もないし、さっぱりわかんない状況です。まあ6時は回るのは間違いないんで、途中で1時間ぐらい走ったら休憩しないといけないんで、もうおそらくもう日没頃にようやく着けばいい方かな。ちょっとわかんないですね。で、今晩も晩ご飯がないんで、予約してなかったんで、どっかで食べないといけないんで、それもちょっと考えながら走ります。ではまた。今日だそうです。海岸線をずっと走ってます。非常に綺麗です。夕日がもろに入ってきますんで、ちょっと眩しいですけど、美しい景色が見えますね。今、5時17分、あと1時間ですね、到着するのに。52キロまだ残ってます。3分の1今日半分までいかないぐらいは、来ました。まあ、おそらくこっからはあまり混んでないと思うんで、やっぱり到着時間は、まあ、あと1時間後ぐらいになりそうです。今日は本当に長旅でした。後で距離を測ってみますけど、現時点で約400キロ走ってますんで、トータル450キロぐらい行くんではないかなと思います。かなり疲労も溜まってきてます。昨日はもう5時には飯食って宿で寝てましたんで、今日はそういうわけにいかないんで、ちょっと辛いとこですね。まあその分明日はゆっくりできると思います。ではまた。
小さい島をいっぱい渡ってます。よくわかんない。まだ天草市には入ってないですね。島を点々としてますね。まだあ何がどうなってるのか。またこの次もなんか島がある。あ、やっぱりそうだ。また橋を渡ります。何がどうなってるのかさっぱりわかんない。それにしても疲れました。ちょっと今日は本当に疲れたという一日でしたね。飯を食べに出ていかないかっていうのがすごく辛いから、しょうがないですね。なんかいっぱい島があるね。わけわからず。あ、またまた橋だ。私は一体どこを走ってるんだろうかっていう